はい、皆さん、ボンガイチャー。ボンガイチャー。ボンガイチャー。ポンチです。キです。ポンチです。カズキャンディース。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、なんか、タロちゃんみたいな人がいませんでした？いや、そんなことないよ。カズちゃんみたいな、なんか、刈り上げの、うん、はい。カズクラですってやってた。刈り上げって、ちょっとバカにしてるでしょ、タラちゃんを。バカにはしないですよ、日曜日の主役をバカにしてるでしょ。刈り上げっていうその状況をいただけるんですか？刈り上げちょっとバカにしてるでしょ、刈り上げしてる人。子供でも横刈り上げてますからね。じゃああれは2ブロックかなんかでしょ、おしゃれな。タラちゃん2ブロックじゃないもん。いや、それカズさんが一番バカにしてるじゃないですか。あれただ刈り上げやん。タラちゃんトークじゃないんですよ今日は。え、タラちゃんを作るとかそういうあれじゃなくて。今日はですね、やっと村を見つけたんですけど、うん、はい、物資不足がね、すごいと、はい、ということで、ね、この村の下になんと洞窟があるそうなので、うんうん、まあ、湧き潰しできましたしね、村はこのまま放置してこの村の下の洞窟をね探検していきましょう。わーい、楽しみ楽しみ楽しみ。どうなんでしょう、でもこれ一人ぐらい上に残ってガーディアンした方がいいのかな。した方がいいかもしれない。いや大丈夫、深く潜ればもう大丈夫でしょう。いや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 、ビビってるんですか僕ら。いや最初のくらいですよ、大事にしましょうよ。さあティンさん、はい、食料ないやろ。ありますよ、めちゃくちゃありますよ。うち干し草あげようかなと思って。ありがとうございます。僕羊とかじゃないんですよ。え、マジで。早速ゾンビあるわ、はい、あら出てくるんだ。ちょっと守り神としてやっぱアニキーズを上に残して、うん、村人やられたら兄貴のせいっていうことを。タルマスも増やしながら、うん、一回寝よっかじゃあ。一回寝る、うん、あ、仕方ないな。おはやちわー、おはやちわ。じゃあ、行きますか洞窟探検に。洞窟ってもしかして、ここのこと言ってました？あ、ここだよ。ここって、ここだけなんですよ。あ、やられてるよ誰か、ゾンビに。え、アンキーズがやった後で。あ、アンキーズが。あ、このゾンビの後はどこよ。これは下？ほら、地下にあるよこれ。ボロボロってこんな、うん、ホーリー、あったあった、洞窟発見。はい、怖い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 、行け。ちょっとお散歩行って殴ったっしょ。ちょっとこれ死ぬって。ちょっとカンさん、カンさん、カンさん、ちょっと俺がヘイト、俺がヘイト。よし、待って、死ぬ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 、ほんと死ぬ。早い早い早い、ちょ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 っと、ほらもう、そこで嫌な予感、嫌な予感。あ、行きますよ、ティンさん、これ。これ、結構深いかもしれないですね。これちょっと、やっぱ、村の地下ってすごいんですよ。まさか、要塞とかもまさか。鉄だけちょっといただいていいですか。あ、鉄結構ありますね。鉄でね、ちょっとだけ武装させてもろて。ね、おぉ、ラグイ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 。カズさん、ラグイに殺される。ラグイに殺された。いや、カズさんはクリーパーに殺される。ラグカッターですか、カズさんも。ラグカッター今。せっかく鉄掘ったのに。ドフーンって行きましたよ。え、待って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 、また、またクリーパーいる。ボンボン。カズさん、後ろ、後ろスケルト。ちょっとちょっとちょっと、行く行く行く、終わる。人生終わる。あー、カズさん。ハードの洗礼にやってるんやけど、ハードの。やっぱちゃんと武装せよっていうことですよね、ほんと洞窟入るときは。そうっすね。うお、ボン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 って。うるせえな、上。うるせえ。上うるせえな。ちょっとほんとクリーパーが連続できてるんですよ、鉄を。お、よーしよしよしよし。何を作ろうかな。おい、やべえ、敵めっちゃおる。いっちゃ、ヨシさんに。ヨシさんまだ鉄装備ないんやな。鉄ないっすね。ヨシさんどこにいる？ヨシさん、待って、ヨシさんに、ヨシさんに、はい、ヨシさん鉄いらねえこれ、めっちゃもったいねえ。何作ったんすか？クワ。クワ。そう、それでこれで持ってねえし俺それで。え、あ、これこれ、いますから下に、ほらヨシさん。そうそう、こいつがめっちゃ強いって。ヘイトが今こっち向いてる間にクワで、はい、よし、頑張って、待って、そう、パンツ、いい、パンツ一緒やから、いい、いいぞ、いいぞ、互角、互角、互角、全然知らんしよ、こいつ。あー、勝てます。よっしゃー、なんでこれ、勝てた。でも、なんとかして、早く、ディアモンドの、ディアモンドのクワ作れるように頑張りますから、よっさん。食わないや、やっぱり。いらないです、マジで。ディアモンドになったら、ちょっと強くなるんけ。ならんでしょ。いや、パンチと一緒だと思いますよ、あれ。何のために存在するの？何のために？今日はやめておきます。何よ、ユウさんだけ。立てて跳ね返すやつ。結構、結構深いよ。うちが今いる層が、もう15だからね、深さ。あ、もうあるじゃないですか。
もうあるよこれ。ディアモンドあるよこれ。うちらといえばレッドストーンだから、今レッドストーンもちゃんと回収しとくからね。といえばシーズン2の時に一度も使ってなかったよ。鉄泥棒がいる。ここにあった鉄10個が盗まれている。やべえ、母さんでしょ。鉄がねえの。やべえやつがいる。これやべえぞ。鉄製の悪いやつがいますね。どこ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 だ。鉄がどうなったんだ。もうなりましたね。こんなことが起きるのか。序盤で取り合いになっちゃったんですね。つまりは取り合いというか一方的に取られてるんですよ。ちなみにアイキーズは大丈夫なの、はい、上あ、大丈夫ですよ。盾強っ。盾の安心感半端ないですよね。まあ、アイキーさんもね、いい装備を手に入れられるように。お願いします。そうですね、みんなの分の鉄装備ぐらいはちょっとやっぱフル装備は必要だなって改めて。そうですね。お、ついに鉄のツルハシが。はい、ツルハシを今ゲットしましたね。あとはヨシソードで決まりだな。決まり、決めといてください。いや本当にもう13回といういい深さにいるんで、もうわからないですよこれ。あ、絶対これあるやつある。ちょ、ティンさん呼ぼう。これ深いところの警告はあるでしょこれ。あー、それはありそうですね。もうちょっとティンさん呼ぼうこれ。はい、来てください。よし、誰かの名前が見えた。あ、奥に見える。奥にほらここだよ。うちは下の方に、はい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 、そこ右行ったところにあるんで、ここですよ、はい、ティンさんこっちの方に警告がございますので、あ、本当だ。これはあるでしょう。これはありそうですね。お、ダイヤモンドあった。そっち。え、ヨシさん、ちょっと待って、ヨシさん、ちょっと今話の流れが悪くなってる。むしろいいでしょ今のは。むしろ良かったでしょ。ストーリーっていう、ストーリーっていうものでしょ。はい、神がかり的な前と思うよね。コミジンさんそっちに興味がいっちゃったじゃないの。はい、普通に掘ってたのヨシさん。はい、あ、これはいいダイヤですね。いいダイヤ。これは激アツじゃん。胸アツじゃないですかこれは。胸アツ、胸アツですね。あ、こんだけあったらツルハシ作れますね。うん、絶対にツルハシ作ってよマジで。な、何ツルハシ何個取れた。5ダイヤなんで。なるほど、1ツルハシ1ヨシソードみたいな。やめてくれマジで。残しといてくれ2個は。貯金1ツルハシとね。ここでやっぱ普通の剣作るのは凡人ですからね。凡人でいいで頼むで。あーあみたいな。視聴者で、まさか、まさか肉輪と1余りダイヤみたいな。まさか。あー、デイヤのモンドだ。お、おー、ナイス。これレッドストーンちゃんとやっぱあるんですね。いや、調子いいね。調子いいですね。これ人数分クワ作れるんじゃないですか。クワは作れますねこれ。人数分いけるんじゃないのこれ。何個あるのディア。10個あります今。はぁ、やば、5つ作れるやん。5個予備までありますねもう。まさかこんなにも手に入ってしまうとは。これなんもないやつっすわ、残念ながら。さっきのダイヤだけですね。じゃあまあでも10個手に入ったらもうごちそうさますよね。でも言った通り必ずあるって言って本当にありましたからね。ね、まあ有言実行ということで、はい、入りますか。最後ちゃんとディアモンドでいろいろ装備をモリモリにしてから、まあ、で金も一応ね。よしよし、お前ちょっと価格整理しようか。はい、どうやって変えるのこれ。いやでもそん、あ、でもあ、こんだけやな。あ、オッケーオッケー、変えた変えたの。ただいまー。アンギーズは鉄装備もらえた。あ、鉄装備はまだ。鉄はもらった。ちょっとホッパーに行こうぜ。好きやなホッパー。さて帰ろっと。帰れるかな。ただもう暇すぎてこちら 村の政治してますからね。ちょっと待って待って待って、今ようやく、はい、あ、ようやく今あの渓谷から脱出したで。もし豚の音が聞こえたってことはもう着きましたー。お帰りなさい。あ、今夜になったところで寝た方がいいのね。そうですね。うん、すげえ実績解除してるみんなね。すごい。おはようちはー。おはようちはー。いやー、だいぶ収穫の多い冒険でしたね。はい、だいぶこれでかなり潤いましたね。ここにほら、兄貴の鉄いっぱいあるよもう。お、あたーす。今回のメインディッシュですよね。はい、いつもの頼むよ。はい、ここにじゃあちょっと並べておきます。はい、というわけで無事ですね、うん、洞窟探検を経て、うん、装備もモリモリになってきたというところですね。そうだね。で、ダイヤモンドもあのしっかり、取ることができましたので、うん、今後のゲームバランスがもう崩れないかどうか心配。そこですね、本当に、はい、ここに入れときましたんで。このチェスト、このチェストに、はい、入れときましたんでね。各自確認。おいてークマ5本出るもったいねえげあまり何を食べやすいってこれ。4位まである、うん、これはまさか。はい、これヨシソードというものですね。わっ
もう黙って鶴橋作ってけばよかったって報告するんじゃなかったわマジで。ということはまだ私たちには黒曜石は壊せないということですね。うわっしまったー、一本鶴橋作っとけばよかったな。そりゃそうやろ。やっぱ人間欲に変わられるとこうなるんですね。欲やろこれは。誘惑がやっぱっていう感じで、はい、ダイヤモンドを有効活用することができましたので、うん、今後のカズポコぐらいに乞うご期待ですね。期待できねえよ。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。